在イスラエル日本国大使館の水島浩一特命全権大使が7月4日、敦賀を訪れました。水島さんは2021年にイスラエルの日本国特命全権大使に着任しました。このほど中東およびアフリカに赴任している各大使が東京で一堂に会する会議に出席するため一時帰国し、日本に10日ほど滞在するスケジュールの中で初めて敦賀を訪れました。市役所では米沢市長らが水島大使を出迎え和やかに懇談しました。米沢市長は人道の港の歴史やエピソードを敦賀ムゼウムを拠点に発信し、地元の高校生たちが来館者へのガイドを行っていることなどを紹介し、ユダヤ系の人々が敦賀に来て民族の歴史を感じていただければと思い、さまざまな活動を行っています。敦賀とユダヤ人との関わりをイスラエルでも紹介いただければありがたいですと伝えました。水島大使は今年3月から日本とイスラエルの間に直行便が就航したことに触れ、今後さらに多くのイスラエル人が日本を訪れると思うので、多くの杉原サバイバーの子孫たちにもぜひ敦賀を訪れてもらい追体験をしてほしい、私ももっとプロモーションをしたいと思っていますと答えました。ムゼウムにはヘブライ語版のパンフレットが備えてありますが、敦賀市は今年度の事業でヘブライ語の市のパンフレットを作成します。米沢市長が新幹線開業に伴い敦賀までの交通の便もさらに良くなるので、これからもっとインバウンドに対していろいろな準備をして、ユダヤ系の方々やポーランド系の方々に来ていただけるよう宣伝もしていかなければと意欲を示すと、水島大使は日本の人にもぜひ観光やビジネスでイスラエルに目を向けてほしいと期待を寄せました。このあと水島大使はユダヤ難民が上陸した場所を示すプレートや敦賀ムゼウムを視察し、西川館長の説明を聞きながら時間をかけて館内の展示に見入っていました。本当にですね、綺麗な港町で本当に嬉しく思います。町もそうですし港もそうですし、ここの港をね、初めてイスラエルのユダヤ人の難民の方が日本を見たのかなと思うとちょっと感慨深いものがあります。素晴らしいと思います。事実関係はもちろんしっかりとフォローされた上で、やっぱり世界各地から、ね、いらっしゃるポーランド人、それからユダヤ人のためにそれぞれの言葉で解説も用意されてますし、非常にこうストーリーが、ね、しっかりと展開されて分かりやすかったなと思います。やっぱり命のビザっていうものが先行しちゃってるもんですから、杉原千代根氏は認められているので、やっぱり知名度はそちらの方が高いですね。ただやはりこう命のビザが発給されて実際に日本に来て、それから世界各地に無事に自由の世界に行けたというところは、やっぱり継がれていく、まさにリレーバトンということで、そのうちの一つで重要な場所である敦賀というのは少しずつ知られてきていると思います。やっぱりですね、私は日本の方にはもっとどんどんイスラエルに来てほしいと思ってますし、イスラエルだけに限らず世界中のユダヤ人の方にはもっとどんどん敦賀に来ていただきたいと思います。やっぱり来てそれぞれが行って、それで自分の目で見て肌で体験してというのがやっぱり変えると思うんですね、それぞれの方の気持ちをですね。ですからそういった意味では敦賀市も一生懸命他の関係自治体と一緒に頑張ってますけど、観光ルートを、ね、うまく作って、いろんな方に、ね、もっともっと来ていただきたいなと、そういうふうに思っています。